週に1回ぐらいで通ってます。リピーターが後を絶たないのがこちらの唐揚げ。下関短期大学の隣に佇む唐揚げ専門店オレンチ。親子3人で経営していて、いろんな部位の唐揚げが楽しめるテイクアウト専門店です。お父さんの良二さんが彦島にある藤屋というお店の唐揚げに惚れ込み、脱サラして修行しお店をオープンしました。食べるたびにもう唐揚げはもうこれだよねっていう。そこまで良二さんを魅了させた唐揚げ、秘密は漬け込むタレにあるそうですが、これはもう極秘のタレになります。詳細は秘密ですが、醤油ベースの秘伝のタレに九州産の鶏肉を48時間しっかりと漬け込みます。卵や小麦粉は不使用なので、アレルギーが心配な方も安心。作り置きせず注文を受けてあげるので、出来たての熱々が楽しめます。カリッと揚げたての衣の中にはジューシーな肉汁が閉じ込められた至極の唐揚げ、一つ食べればやみつきに。そして一番人気は少し意外なあの唐揚げ。もう砂ずりです。砂ずりの唐揚げがちょっとかなりの人気でして。そう、ちょっと珍しい砂ずりの唐揚げです。お肉の部位によって揚げ時間を変えていて、砂ずりは素早くくっつかないように揚げていきます。先日来られたお客さんが言われてたんですけど、次々に食べたくなる絶妙な大きさと絶妙な味付けだと言っていただきました。おやつにもおつまみにもおすすめ。噛めば噛むほどに肉のうまみが広がり、コリコリ食感がやみつきに。もも肉と砂ずりどちらも大人気なんですが、店長のおすすめは他にもあるようで。今ちょっとじわじわと来てるのが胸身の唐揚げですね。胸肉と聞くとヘルシーだけどパサパサなイメージちょっとありますよね。全然パサパサ感がなく、揚げたてをかじるとですね、中から肉汁が滴り落ちるぐらいジューシーな胸身になってます。揚げ時間に気をつけることで硬くなりすぎないジューシーな唐揚げに仕上がります。大好きな唐揚げの味を引き継ぎ、これからも愛される唐揚げを作り続けます。隣に学校がありまして、若い学生さんが来ておいしいおいしいって食べてくれるんですね。あとその方たちが私の青春の味って言ってもらえるようなお店になっていけたらなと思います。